ちょうどよかったです。寂しいですが言わなければなりませんね。しばしの別れよ、同行者。あなたは勇気を見せてくれた。なんで急にお別れなんだ。大隕石のせいで昏睡現象がひどくなっています。 各地で人手が不足している。お嬢様と私は。さよなら。あなたは最高の聞き手だ。普段私と一緒に行動する冒険者たちは多くいるけど、そのほとんどがオズの偵察を目的としてた。今回の旅は素晴らしい冒険の旅だった。こっちだって。フィッシュルの話し方。 つまり勇敢で知恵のあるあなたたちならどんな困難だろうと梅雨と消えるでしょう。オズの通訳が逆になってるぞ。<笑>あなたたちなら真実にたどり着けるはずだという意味です。そうよ。 この工場の従者だもの。断罪の騎士よ。みんなを闇から光の。誰が従者ですか。またお会いできる日を楽しみにしています。すべてが終わった後。はあ、いい協力者だったのに。 それよりいいお知らせです。 新たな発見がありました。大隕石から採取した砂塵を占いに使ったところ、とある情報が見つかったのです。この隕石には1000年以上の歴史があり、レイナルドは昔の人であることが分かりました。隕石は彼の意志を運び続けました。 山頂に登りたいと絶望する人。冒険者？今までは時間をかければ答えを導き出せ。そうだな。今はその。ええ。もし隕石に願いが。まさか先に言い当てられるとは。とにかく呪いを解きましょう。おう。昔の冒険者を調べるな。
せてください。まあ、そんなことだろうと思いました。普通の先制術師、しかし、このモナは未来の先制術を担う。不足している部分を正版で推算して解読すれば。はあ、どんな内容なん？想定通り。レーナルトは2000年前の冒険、とんがり帽子山という雪山にの。2000年前？彼の命の星座はある原因でした。確かにあいつら変わったこと。隕石にある元素力は暗示と、私の考えが正しければ隕石の中には核心のような存在があるはず。仮に私がレーナルトでしたら、きっと夢見ていた場所に行こうとするはずです。とんがり帽子山にあるってことか。私も初めて聞きました。本にあった地図と。雪山が消えるなんてこ。風神バルバトスは人々のために氷雪を飛ばし、かつての山は海に沈んでしまう。その痕跡とは海面からマスク礁と言います。これがとんがり帽子。先客がいるみたいだぞ。ここは観光名所なのか。あ、お前。お君たちか。あの様子、まさか夢から覚め。自力で目覚めるなんてありえないです。君たちにできないことが僕までできないとは限らない。一歩遅かったな。僕の研究はもう終わった。やっぱりファデイの仕業だったのか。そうカリカリするな。今日は時間がない。また今度にさせてもらうよ。今まで雪山の夢の中にいましたよね。レーナルトのことはどれくらい知っているんですか。レーナルト、何のことだ。まあいい、今は雑魚を気にしている場合じゃない。気づいてしまったんだ、恐ろしい重大なことに。あ星空自体巨大な嘘なんだ。星空が嘘。モナの先制術を否定する気か。でもそこまで言わなくてもいいだろう。それに夜に空を見上げれば星が見えるじゃんかよ。それが嘘なわけないだろう。甘い、甘すぎるよ。君のせいじゃない。少し前まで僕もそう信じてたから。少し前まで、それって。君たちの話に付き合ってる暇はない。道化のやつ、こんな任務を僕に任せて事前に発見の可能性を教えないとは。僕を驚かせたかったのか。今から真相を確かめなければならない。失礼するよ。どこに行ったんです？今青二歳って言いましたよね。
私を甘く見るなんて。天才の怒りを教えてあげます。判決を下す。これはまだ生だ。すごい戦いぶりだったな。私を怒らせた罰です。当然です。パイモンもそう思ってますよね。ねえ。そうだな。モナがいなかったらもっと大変な目に遭ってたかもしれないしな。聞こえてますか、ファデュイの執行官。悪者め。でも先ほどの彼は嘘をついているように見えませんでした。師匠が先生術を教えてくれた時に言っていた少し考え事をしてました。さあ仕事しましょう。少し違うな。なんか赤っ。この石から凄まじい元素力と意志を感じます。確信で間違いありません。ええ、壊さないとみんなは目覚めません。この確信が事件の根源ですから。頑張れ。縄があれば山は登れる。イカダがあれば海は渡れる。40歳までわしはあらゆる秘境を踏破した。とんがり帽子山はわしの冒険を終わらせた。いや、それだけではないかもしれない。わしは年を取った。かつてわしは幾度も山のふもとで果てしない雪に敗れた。それはまるで弱点のない獣、世界の残酷さそのもののようで、わしは怯えた。勇気を失った冒険者は高い山を登れなくなる。わしは山登りをやめ、大きな夢を見始めた。人類は自然を征服するために道具を発明する。そして何度も何度も改善を重ねる。足でたどり着けないなら道具を使うのだ。道具でできないことは翼に力を借りよう。親愛なる友よ、この未完成の翼の設計図は託したぞ。未知を前に人類は力を合わせる。生きていれば人類にたどり着けない場所などない。わしに残された時間は多くない。だが風はまだ訪れない。しかしわしらは、あるいはその子孫、弟子、友人の中にそこへたどり着ける者は必ず現れる。ことだったんですね。人類の信念が千年間も存在するとは。ああ、先生学はやはりすごいですね。なんで急にそんな結論に。星と交流することで全ての秘密が見えるからです。もちろんそれができる先生術師はそうそういませんが。急にどうしたんです。そういえばフィッシュルは不思議な人でしたね。だよな。
けど、よく考えたら、まさか間違った方法で正解にたどり着けるタイプの人？そうかもしれませんね。ただとんがり帽子山が小さな島になってるなんてな。かつての山が小さな島になって、船に乗れば簡単に行けるようになりました。誰でもとんがり帽子山に登れるってことか？レイナルトはそれで喜ぶのか？きっと翼を手に入れた人々はもっと遠くへ、高い場所へ行ける、未知を発見できる。さあ、隕石の核心の処理も終わったし、眠たい、これで冒険者協会の依頼を無事完了。